カリブの海賊とは世界のディズニーパークにあるアトラクションである。カリブの海賊はウォルト・ディズニー自身が設計に携わった最後のアトラクションであり、ウォルトの死から3ヶ月後にディズニーランドで初めて公開された。ディズニーランドではニューオリンズスクエアに所在する。アトラクションはゲストがバトーと呼ばれるボート型のフロート式ライドに乗り、 オーディオアニマトロニクス技術を駆使して作られた海賊、市民、動物、骸骨などで再現されたカリブ海の海賊の構想と失われた財宝をめぐる冒険を体験する。テーマ曲はジョージ・ブランズと X ・アテンシオ作曲の洋報パイレーツ・ライフ・フォーミーで、上海ディズニーランド版以外ではこの曲をアトラクションで聴くことができる。すべてのパークの元となる ディズニーランド版はニューオーリンズスクエアに位置し、アトラクションの外観も典型的なアメリカ南部の都市ルイジアナ州、ニューオーリンズの往年の街並みに溶け込んだレストランか、ホテルのようなものとなっている。最初に2回降下する。当初のボートの定員は4人掛け5列の20名だったが、現在は1列増え4人掛け6列の24名になっている。2006年に、 映画、パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たち、パイレーツ・オブ・カリビアン、デッドマンズ・チェスト、パイレーツ・オブ・カリビアン、ワールド・エンドといった、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズ3作をモチーフとした、登場人物や内容を追加して一部内容が変更された。映画版のキャラクター、キャプテン、ジャック・スパローや、キャプテン・ヘクター・バルボッサ、デイビー・ジョーンズなどが登場するようになったものの、 基本的な構成に変更はない。マジック・キングダム、東京、パリでも同様の変更が行われた。フロリダ版はアドベンチャーランドに位置する。内容はアナハイム版と基本的に同じだが、コースがかなり短く、建物の外観もスパニッシュ風である。前半に1回降下する。2006年に映画パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズにちなんだ改装がなされている。 ディズニーファストパス対象のアトラクションである。当初のボートの定員は4人掛け5列の20名だったが、現在は1列増え4人掛け6列の24名になっている。東京版はアナハイム版とフロリダ版を融合させたようにデザインされており、構成や外観などはほとんど同じである。東京ディズニーランドではアドベンチャーランドに位置しているが、このアトラクションの周辺は ルイジアナ州ニューオーリンズの街並みが再現されており、実質的にはこのアトラクションと周辺のエリアは、ディズニーランドのニューオーリンズスクエアを一部取り込んだものである。降下する回数は最初の1回のみ。ただし、安全バーがついていないので、乗車時にキャストから前にある手すりに捕まるよう指示される。リニューアル前のカリブの海賊については、東京ディズニーランドのアトラクションの一覧カリブの 海賊を参照。2007年に先行するアナハイム版やフロリダ版と同じように映画シリーズを取り入れる大幅なリニューアルがなされた。このリニューアル後は映画版のキャラクター、キャプテン、ジャック・スパローやキャプテン・ヘクター・バルボッサ、デイビー・ジョーンズなどが登場している。アトラクションに入って左手奥に広い急ラインエリアがあるが、こちらは混雑機にしか使用されない。 また、この旧ラインエリアには2階が存在するが、ここはブルーバイユーレストランへとつながっており、かつては同レストランへの移転用通路として使用されていたが、現在はそのような案内は行っていない。そのため通常はゲストは立ち入ることはできないが、2003年から2004年にかけて開催された東京ディズニーランド 20th anniversary のキャンペーン。 景品受け渡し場所として使用されるなど、限定的な使用が時折なされることがある。2011年には、左手奥の旧ラインを使って、パイレーツ・オブ・カリビアン、生命の泉のコンセプトアートなどを展示した。パリバンは、アドベンチャーランドのカリビアンエリアにある。パリバンも他のパークの同名のアトラクションとほぼ同様であるが、海賊船同士の戦闘や宝の山などのシーンの、 登場順など、ストーリー展開が若干異なる。効果は、前半に1回、後半に2回する。また、海賊砦や地下牢をモチーフにした外観や、エントランスなどのデザインが、他のパークとは大きく異なっている。映画、パイレーツ・オブ・カリビアンに登場する、港町の砦は、このパリバンの外観や、プレショーである、地下牢部分と類似性が見られる。 アナハイム版、フロリダ版、東京版がリニューアルされた後も長らく、パリ版のみ、オリジナル版のままだったが2017年7月24日にリニューアルオープンし、タパード動予映画、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズのキャラクターが登場するようになった。エントランスからボート型のライド乗り場まではかなり長い、洞窟風の通路となっている。ライド乗り場から最初のスライダーまでの間は、 カリブ海の南国風となっており、東京ディズニーランドのものよりも本来のカリブ海沿岸の地形や街のイメージに近い。また乗り場直後の歌詞には、ジャックスパローの名前を冠したレストランがある。ディズニーランド版などでは、海賊のオーディオアニマトロニクスは、当時のイマジニアの顔が再現されているジョーンズは、オーディオアニマトロニクスではなく、立体映像として登場する。 カリブの海賊新たなる冒険へ。東京ディズニーランド東京ディズニーリゾート。www.tokyodisneyresort.co.jp。株式会社オリエンタルランド。2011年8月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年5月28日閲覧。ありがとうございます。